選択いただくのはあのお母様だったりとか。平成20年4月に入庁し、生活保護の業務を行っていました。平成24年から2年間厚生労働省に出向し、平成26年4月から現在の高齢政策課で勤務しております。平成26年度に第6期高齢者保健福祉計画の策定に携わったことです。この計画は高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにする計画のことで、このことはもちろん介護保険法や老人福祉法の理念を強く打ち出せるように個人的には意識しました。福祉的な配慮が必要な家族や友人がおり、また高校生の時から行政に興味があったため、市民に最も身近な立場で福祉に携わりたいと考え、相模原で働きたいと思いました。市民生活の質の向上といった青写真を描き、それを達成するための方策を考え実行し、結果としてそれを実現できることが市役所の魅力だと考えます。また相模原市は政令指定都市ですので、業務が多種多様であり、それを達成できる傾向が強いことも特徴です。上司や先輩たちの努力により、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる体制づくりに向けては一定の成果が上がってきていると考えています。このことについては引き続き充実し、また必要に応じて新たな施策を行っていくことで、高齢者の生活の質を向上させていきたいと考えています。専門職を含めると同期は100名を超えます。頻繁ではありませんが、業務上つながりはありますし、プライベートにおいては、例えば厚生労働省に2年間出向する前において壮行会を開いていただきました。このことは厚労省の出向の2年間においてとても大きな心の支えになりました。休日はできる限り家族と過ごすようにしています。またフットサルなど仲間と遊ぶこともあります。市役所という市民に最も身近な基礎的な自治体でありながら指定都市であるため、業務が多様で必要な施策を独自に実施できます。また圏央道が開通したことや、今後補給省の一部返還やリニア駅の設置など、さらなる発展に向けたポテンシャルを秘めていると思います。市役所という市民に最も身近な基礎的な自治体でありながら指定都市であるため、業務が多種多様であり、果敢に挑戦する職員はもちろんのこと、定められた仕事を的確にこなすタイプの方や、また市役所内外の調整が得意な方など、さまざまな方が働けるところだと思います。皆様もぜひ相模原に熱い思いをぶつけてみてください。